ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスは、イギリスの画家。神話や文学作品に登場する女性を題材にした、ことで知られる。眠りと、イボ兄弟のシスリープヒズハーフ、ブラザーデス1849年、ウィリアム・ウォーターハウスと、妻、イザベラの子として、ローマに生まれる。両親ともに画家であった。一家は、ジョンが5歳の時に、当時設立されたばかりのビクトリア アルバート美術館の近くのサウスケンジントンに引っ越す。1870年に英国王立美術院に入るまで若かりし、頃のジョンはずっと父、ウィリアムの下で学んでいた。彼の初期の作品のテーマは、ローレンス・アルマ・タデマとフレデリック・レイトンに影響を受けた古典的なものであった。また、これらの作品は、英国王立美術院の英国芸術家協会と、ダドリーギャラリーに展示された。 1874年25歳の時、ジョンは古典的なグイが眠りとイボ兄弟の死を英国王立美術院の夏の展示会で発表する。この絵はとても好評であったため、1917年に死去するまでほとんど毎年、彼は英国王立美術院の展示会に招かれた。1883年、彼はロンドンのイーリングの美術教師の娘、 エステル・ケンワ・アージーと結婚する。エステル自身も絵を描き、花の絵を英国王立美術院の展示会などに出品している。この夫婦に子供はできなかった。1895年、ジョンは英国王立美術院の最高芸術委員会員に選ばれる。彼はセント・ジョーンズとの美術学校で教鞭を取り、同じ地の芸術クラブにも参加していた。また、 英国王立美術院評議会の議員もしていた。1917年に死去、去年67、死去するまで絵を描き続けた、彼は、今も、ロンドンのケンサルグリーン墓地に眠る。シャロットの女アーサー王物語の登場人物、騎士、ランスロットの愛を得られぬことを知った悲しみのあまりに、死を選ぶ乙女を描いた作品、シャロットの女、が、 ウォーターハウスの最も有名な作品であろう。この乙女の題材は、実際にはそれぞれ異なる3種類のバージョンがある。ヒュラスとニンフたち1896-2018年1月、ソニア・ボイスの作品プロジェクトの一環として、マンチェスター市立美術館のキュレーターたちは、ウォーターハウスのヒュラスとニンフたちを展示から撤去し、その場所を空いたままにした。女性の裸体の芸術的描写を、 どのように展示するべきかという点について議論を促すためである。来場者の意見を公開するために来場者にポストイットが配布され、この絵のはがきはギフトショップから撤去された。その美術館の行いは、検閲、ピューリタニズム、そしてポリティカルコレクトネスであるとの批判を伴った反発を起こしてしまった。この絵は一週間の不在の後に再展示された。ウォーターハウスは、 生涯に118の作品を残している。以下はその一部である。ありがとうございます。